どうも皆さん、こんにちは。なにわ夫婦在住、勝手に住んでます芸人、大変だろうです。よろしくお願いします。勝手に住んでるだけですけどもね。ちょっとマイク上げさせてもらいますけど。よし。いやー、まあね、これからはね、もう世界を目指さなあかん。そんな何枠なんかにこだわってる場合じゃない。世界を目指さなあかんでね。わー。他の人も言ってはりましたからね。これからはね、世界を勉強しないいかんということで、スタンドアップコメディをね、YouTube でね、勉強しました。もう、じゃあ、どぎついですね。もう人種差別から、もう下ネタから、もう何やかんやで、もうこれはいかんということでね、もう僕にはもうとても真似できないわ。もう、下ネタなんかもうとてもできないわ、と思うんでね。フリじゃないですよ、別に下ネタやるって言ってんじゃないですよ。こんな格好して言うのもなんですけどもね。いやー、こんな格好して言うのもなんですけども、寒いですね、皆さん。まだまだ寒いですね。いや、寒い寒い言ってますけどもね、もう暦の上ではもう春ですよ、皆さん。秋と春はね、もう眠たくて眠たくて、なかなか布団が気持ちいい。布団が気持ちいいから、もう布団からなかなか出られない。もう、ベッドからもう出なあかん、出なあかん思ってるのになかなか出られない。まるで、やるみたいな。まあ、毒入れましたね。世界を見せての毒ですから、これはね。もう、僕はそんな思ってないですけどもね。いや、もう、昔の人はでもよう言うたもんでね。こういう、古事成語があります。ね。春眠、暁、照尾光雄師匠。まあ、いいどうも、皆様。三味線コンビ。何やらすねん。やらすな、やらすな。やっぱり春はね、やっぱりちょっとでも寝てたいですよね。もう長いこと寝てたい、長いこと寝てたい、もう5分だけでも寝てたい。もう寝てる時間5分貴重ですよ、これ。5分貴重。もうなんかいい方法ないかなって。だからガロ、いいこと思いついたの。家中の時計を5分進めとくんですよ。いや、もう、あ、布団から寝なあかん、寝なあかん、もう布団から起きなあかん、起きなあかん、でもまた5分ある。画期的でしょ。でもね、もうこれ悲しいかな。一つ問題がありましてね、5分進めれるのは僕なんですよ。僕が僕を騙してるからね、僕にバレてるっていうね。これ悲しいですよね。5分早いじゃん。まだ寝てまうんですけどね。もうそういう時はどうしたらいいか。さらに5分進めておくんですよ。僕に隠れてこっそりあと5分、自分を自分で騙して5分進めておいてね。それでもバレそうになったら、もうさらにこの時計だけ5分進めておいて、もうそれやってるうちにね、家中の時計がわけわからんことになってしまうね。もう時計見ても時間がわからん。だから時計見てもわからんから、もうほっとけー言ってね。うまいね。ごめんなさい、うまいこと言ってしまいました。ごめんなさい。なんかうまいこと言うたら、なんか謝らなあかん流れが今日できてしまってるみたいなので、ごめんなさい、謝っておきます。ごめんなさい。ね、なんかちょっとパクってしまいましたけども、これは思わずですけどね。もう寝てたらどうしようかな、どうしようかな思ってね、この間ブックオフでね、こんな素晴らしい本をね、見つけました、ね。頭を良くする短眠法。これ8時間寝るのはもう、ね、この常識を捨てなさいと。これ実はね、この本を見るとね、3時間でいいらしいですよ。深い睡眠、レム睡眠とノンレム睡眠があってね、この深い睡眠をすればこの3時間でいいと。3時間ですよ、皆さん。3時間でね、いいと。どうやってこう深い眠りするんやろう思ってね、寝る前にこの本見たんですよ。で、この本見ながら寝しまった。えらいこっちですよ、お前。もうね、もうでもやっぱり起きるには気持ちよく起きたいじゃない。起きたいじゃない。だからね、もう気持ちよく起きる方法というのをね、いろいろ考えてみましたんで、今日は発表したいと思います。ね。どうするのが気持ちよく起きれるか。やっぱり最近の携帯電話ってすごいですね。携帯電話にね、例えば8時に起きたいとすればね、8時ってしといてね、アラームじゃなくてもね、音楽をダウンロードしたら、もうその音楽が8時になったら勝手に流れるという、すごいですね。だから自分の好きな音楽、まあ好きな音楽言っても、もうスカッと起きられるような、もう、その日一日もうワクワクするような音楽。まあ、フォークソングですよね。まあ、さだまさしですよね。さだまさしを8時ちょうどにセットしてる。お前を嫁に、もらう前に、言っておきたいことがある。スカッと起きる。もう一日でも元気、はつらつ、もう、スキップなんかしちゃった。でもね、これ携帯じゃなくてもいいんですよ。生演奏でもいいんですよ。生演奏でわざわざこれ演奏してもらったら、もうなおスカッと起きることができる。じゃあ誰に演奏してもらえるか。そこで知り合いの保護に頼むんですよ。知り合いの保護にね、8時に、これ電話しますよ。これ電話とするでしょ。明日8時にちょうどに、うちに生演奏しに来てほしいんやけど、知り合いの保護に頼むんでしょ。じゃあもう保護はもう僕の体を目当てにこう来るわけですよ。8時ちょうどに。お前を呼びに。もらう前に
頬が耳元で生演奏スカッと起きる。いやそんなことではありますよね。何自分ではあるかねえ、もっとスカッと起きる。もうこれでも起きられないか不安で寝られないいう人がいる。もうしょうがないですね。そういう人にはね、昔の人はよう言うたもんでね、こういうことわざご存知ですか皆さん。寝耳に水ね、え昔の人はよう言うたもんで、寝てる間に水を注がれるともうスカッと起きるんちゃうかと。いまだかつてそんな人間に出会ったことないんですけど、ね、誰かみんなこっそりやってるんですか、わかんないですけどね。だから、8時ちょうどになったら耳に水が注がれるようなシステムを作っておく。それ難しいですよね。そこで知り合いの方に頼むわけですよ。8時ちょうどになったら俺の耳に水を注いでくれね。しょうがないな、いいの。で8時ちょうどになったらホモが来るわけですよ。ホモがね、別に水じゃなくてもいいんですよ。だからもうホモやったらね、うん、これこうこれとするでしょ。だからこれしてね、液体入れないわけですからね。これの方が名を開けるんだよね。ホモが耳元でね、耳を注いでくれる水をね。それじゃもう切られない。そんな人いると思います。もうしょうがないですね。もうそういう時はね、もう考えました。枕元にね、バルサン置いとくんですよ。バルサン置いといたらもう生演奏を弾きながらシューやから、もうまるで歌うヒットスタジオみたいに、昔のシューのドライアイスみたいに幻想的に起きられることができる。これもうほっといたら起きんと死にますからね。あのゴキブリが死ぬぐらいですからね。人類滅亡しても生きてるようなやつらが死ぬわけですからね、バルさん。だからもうすごいですよ。もう8時になったらお前よよみもらう前に言ってる身元、ホモがこれしながら、ああ水が注がれてる、ああ耳がスカッと起きる、ね、というわけで今日の結論を言いたいと思います。8時ちょうどにスカッと起きられたいならホモになれ。上野駅の13番線の男子トイレに行って発電して素敵な相手を見つければいい。例えばのうっかりマサト兄さんが間違って入ってしまった小平温泉にお仲間さんを探しに行けばいい。もっとすごい名古屋のどんばら会館に行ってやれ。それっかない。スタンダップコメディ、ありがとうございます。